さらば中山よ。オチ中で終わってんじゃないか。しかも許せねえぜ。おい、そうだよ、ほんと味方のパンチだよ。気分だだ下がりしまったじゃねえかよ。ふぅ、今度からパンチすんなよ、もし見てたとしたら。味方パンチするやつマジで許せねえから頼むわ。てかその勝つならまだいいけどな、負けとるかな。びっくりしたわ。本当だよ、罪重すぎる。マジ罪重いぞ。分かったか、負けた理由マジそれあるからな。俺マジで俺気分でマジで渡んなくなるからやめてくれ。勝ちたいなら味方の士気を下げるのはやめろ。味方パンチしていいときはターン運ぶときだけ。本当だ、それ最強。いや敵強すぎだろ、どうなってんだこれ。おお、こんにちは、配信を使う好きなストリーマープロチームが脱退するニュースで、あ、あれですか、スタヌさんじゃねえや、スタヌさんはもう遅いわ、もっと前だわ、シャカさんとスパイギアさんですよね。いやでもあの人たちは活動はやめないからいいと思う。羽ばたくんですよ、デトネーターからさらなる高みへ。敵がおるなんてことだ。これ真ん中取られちゃうかな、上取るかな、こいつら上取るんかい。やばい、エヴァハチを取られた、まずいぞ、危ない、やぶねー。味方助けてくれ。くそー、うわー、あばよ殺す。あばよ殺す、上がれるやつはいねえ、死ねえ。当たらねえ、味方に行くぞ。おれわー、プロ検定1級、強すぎる。勝てるやついねえぞ多分ここに。この世で存在するやついねえぞ多分。1級ってマジですげえじゃん。上がれるやつはお前以外いねえんだ。わかる。めっちゃ喋ってるマジ。しかし俺は聞かない、なぜなら怖いから。ふぅ、ルスターありがとう。ふぅ、いい人、強すぎ、ナイスです。いや普通にフラットライン使ってよかった。なんで俺ウィングマン使ってたんだ、気づかなかった。俺ウィングマンだと思ってた最初。うん、上を取ってしまったのが運の尽き。俺はパスファインダーだ、なめるな。マジパス強えな、10秒で上がってこれんのやべえなこれ。神最強、マジ強え、こいつマジで強えな。パスやばくないこいつ。ホライゾンとか火じゃねえだろ。いやホライゾンは強いんだけど、味方も運べるけだけど敵も来るんだよなあれやると。敵もなんか運んできちゃうからマジむずい。使うの味方が強かったらって話になっちゃうけど、パスはマジ一人でどうにかなるな。エネアもめっちゃ刺してくれるね、本当にいい人、ありがとう。泣きそうだよ俺、リングもあんな外したからもう俺終わったと思ったもん世界。ヒメプ始まった、やったぜ、ついに俺ヒメプ始まった。俺ヒメになったこと一回もないからありがたいんだけど、すげえ助かるわ。パスも相手に使われて歯が立たないイメージ、なんかあれですよね、なんか減らしたと思ったら突っ込んでくるよね、上手い人のパスって。ま、俺なんだけどね。マジパスは強い。なんかパッシブ追加してくれとか結構いろいろ言われてるけど、マジでこいつ多分パッシブ追加したらマジ最強になっちゃうぞって俺は思ってる、普通に。
マジで強くなると思う。ケンさんの詰め方勝てる気がしないよ、マジで。うん、逃げるのもやべえからな、俺。逃げのプロ。あと、パスって音が結構小さいんだよな、集めてくるだけの音が。プシュッって音しか聞こえない。で、チョイーンんって思ったら死んでるから、自分。あっ、ひどい。グラップルは要練習リスク管理のプロ最強でございます。いや、そのアブレット持ったら引けんのもいいよな、このキャラは。お、マジいた？そう、なんかちょっと危ねえ気がするで逃げられる。あとなんかヒットボックスでかいって言われてるけどね、言うてよ、背が高いだけよこいつ。あのジブとかみたいに横にめちゃくちゃでかいわけじゃないからな。まあ、言うてっていうレベルだから本当にでかいっちゃでかいんだけど、でもだよ。で、多分この味方強いから俺横から撃ってるだけで OK。 助ける、私がもらおう。エネルギーあるじゃん、最高。うわ、砂かかるのか。まあ、いっか。いや、もっとこう48倍は結構落ちてねえんだよな。ティア高いからかは変わんないけど。肉を拾ってる感動を私は拾ってしまいました。そういえば背の高さとピークの高さにも差し合いするのかな。いや、あります。え、だから例えばこれってパスでしかできないんですよ、こういうやつって。もうちょい体出さないといけないんだよね、背が低いと。そっか、 OK。 体、 あとこれか、これもできない、レースとかだと。これ、この微妙なこの高さ、これマジで、あのパスとかジブとかそういう背が高いキャラ専用。頭1個増えたりするからいいよね。そうなんですよ。オクタン、オクタン性弱体化の前にパス戦になるか迷う。いや、マジでパスはあり。あのオクタンみたいな、オクタンと違って自分のタイミングで詰められるから。パスファインダー環境来るかこれ。いや、ランパート環境ですよ。俺ランパートメインになるから。パスって何？絶対ランパートで行くわ。誰がなんて言うと俺らランパートで行く、マジで。絶対強い。てか絶対楽しい。ランパートなー、グラビティリフト使えねえかなー。空飛んでほしいわ、ランパートに。絶対ランパート。次の環境は。もう俺、言えるわ。で、多分2日ぐらいで消える、その環境が。あんだけパス押してて、パス。いや、パスって何ぞ、初めて聞いたわ。パスファインダーって俺初めて見たんだけど。シーラ選手始まる、絶対始めたい。え、絶対強いと思うんですよ、ウルトで動けるって。バケモンでしょ、絶対強いよマジで弱いわけがねえんだよな、あんなやつで。シーラ持ち上げ絶対楽しい、絶対楽しいですよね、絶対楽しい。で、多分ね、強いんだよ。あのドア破壊できるっていうところがね、俺もうやばいと思ってる、正直。こんだけ思ったら結局ランパーパスくんパスくんかわいそうだな。パスって何？オッケー。それでね、その家がね入ったらもう最高だね。ガスおじ様様って感じになりそう、任せろ。みんな防具強くね。リブオークランパートの時代来そう。あの奥さんが分かんねえな、どうなるんだろう。あ、上だな。破壊できないのがあれだけど、味方が、味方にゴースティックで固めてもらって、ここで一生こもってればいい気もするんだよな。俺絶対火力サム最終円だぞこれ。あのね、見た、昨日見たこれ、この円確か、どっちだっけな、こっち側によっ、ん違うな、んそうだよな、ここに最新来たはず。見たぞ、これ。あの、どうだってさ、例えばさ、減らすじゃん、ランパート使っててね。で、
ドアロック勝負になった瞬間にウルト構えてドアごと殺せないんですよ、そいつ。最強でしょ。しかもキルタイム1位なんだよ、ヒーラーって。だから多分ドキン距離で撃てば多分絶対勝てる。いけ、まあ、本当はガスいるぞ、ガス。まあいや、もし飛んできたら俺あの上行くわ。 ここ乗るわ俺。あ、この上でもいいのか、別に。あ、ひどい、乗れなかった。待って、もう一回。ハボック乗れないくらいため時間ありそう。マジウィーってなる。はい、勝った。これ車線も切れるんだよな、あっち側のね。ここは車線切れないから地獄だけど。いる地獄だけどって言ってるそばから。手持ちシーラは相当鈍足になりそうって思うじゃん。みんな考えてくれ。あいつそもそもシーラ担いでんだよ。変わんねえと思うぞ何も。マジで何も変わんないと思う、移動速度。え、これ絶対強くない？これホライゾン飛んできても多分バレないだろ、これ。あ、よかった、下入ったのか。これ上がってきたら殺す。ヒーラー動けない頃とネタ感があったのに、動けたらもうガチリージョンです、リージョン。みんなタイタンフォール2やろうな。俺がね、リージョンリージョン言ってる理由わかるから。マジリージョンやってること。最強だ、マジ。グレも効かねえし、こっから一生車線通せるわ俺。味方登ろうとしてて可愛い。そう、あのね、うまければ登れる確か。だけどね、登ってる間に普通殺されるから、あんまりおすすめしないバスだね。パスは一瞬で乗れるからいいけど。そう、ああやってね、頑張って乗れば登れんだよ、やってオリンパスでクリマー乗りながら使えるんですかね。あ、使えるんじゃないかな。味方やばいってやばい、なんかやばそう任せろ、俺がこっから撃つから、登ってきたら。俺味方が死んだ後に多分これ進化発揮するわ、俺この場所多分。バレた。いや、ハイドと思われてそう、ワンちゃん。固定化もできるって書いてありましたね。そうそうそう、固定化しなくても使えるし、でリロードしたいんだったら固定化して、まあ不可逆化だったっけ。だから固定したらもう外せないらしいんですけど、だから196発だっけ、撃ってから固定化するみたいな感じなんじゃないかな、今の戦い方は。で、明日ですよね、明日。いや、迷うんだよな、今パスファインダーでそのマスってやってるけど、なんかもうランパートでそのマスって名前にしようかなとか思っちゃってる。すげえ迷ってるわ。いや、でも、迷う。そっち車線切れんのかな、それは。間違えて落ちたら死だから気をつけて、マジで。ああ、勝ったな。俺たち勝ったよ。ここの車線も一応切れるんだ。え、あの上いなくねってなるよ、多分相手。あー、登っております。怖えー気をつけてくれ、パスじゃ長いから。多分落ちたらマジ死ぬ。え、チャーラ2人いるんだけど、やば、あそこいないとこ。うまい。あーあ、いかなー、待って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 、危ねえ、マジもうやめよう、やめよう。
ジで。ナイス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 、よく帰ってきた。危ねえ危ねえ危ねえ、マジでマジでもらった。ナイスよ。危険だねこれ。俺なんかすげえ食らってんだけど。危なかったこんなアビリティって発動できたんだ、俺知らなかった。あっつえー、ここいや、惜しい。クレーバーだ。配信お疲れ様です、ありがとうございます。ランクマだけで楽しそう。うわあ、いつ許せねえ。許せねえよ、あのチャージライフルだけど、俺対抗策がねえ。100% 負ける。打ち勝てねえよ。あの奥のやつが邪魔だな。あの奥のやつがいなければもうちょい楽なんだけど、あいつらのせいで打ち返せねえ。打ち返そうとすると、え、ルスター当たんな、どうしたお前。2倍スコープひでえな。お、怖っ。なんだ、スピットファイヤーな。マースティフ目指してる人落ちてた。マースティフ、マースティフね、珍しいんだが、しかし使うしかなかった、この俺は。ナイスー、甘えてしまったようだね。エルスター相手に甘えたら死よ。うーわやばすぎえん。強い味方、すげえ突破できちゃったよ。味方強すぎ問題。何何何何何何何、え、ここいるんだけど。いるな。
かんねわてわてしながらも勝てるのは楽しそうや、楽しい、神ゲーです。うん、気持ちいい、くらえー、ドゥン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 。まあこれがね、最強ということでね。うん、やっぱ味方最強だわ。楽しい。相手の方が縁強いぜ、これだ。結構粘れるな。最強よ。おお、エモトした、これも。ガチ最強だったわ、やっぱり。やっぱ最強だったわ。GG 強すぎ。ナイス。いや、つえナイス。マジでナイス。やっぱね、野良はね、あ、なんだ、一期一会じゃないけど、なんかあっただけがやっぱり楽しいな。あれ、フリーズした。あれ、ああ、やったー、漏れてる、いないっす。さすがです。やっぱね、もう名前から強さがにじみ出てた。ということでね、見てくれた方ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃ、またねー。